皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルセノンプレゼンツベースボールペディア、3月は、バッティング祭りということで、今日は和田ベンちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします、ということでね、はい、ベンちゃんにね、まず、はい、バッティングで何が一番大事かというところを、はい、ちょっとベンちゃんの理論を聞きたいなと。はい、わ、はい、かりました。今バッティングってすごくいろんな理論が出てますよね。確かに。もういっぱい出てるんで、何が正しいかっていうのは多分特に小さな子供なんか分からないんじゃないかなと思うんですけども、まあその時代時代によっての理論なんかもありますし、まあ流行りの理論もあります。ただいろんなものがあるんで、正解っていうのは絶対これっていうのはないと思うんですね。うん、確かにね。いかにこういい方につなげていくかってことがすごく大事で、ただそんな中でもとにかく一番大事なことっていうのは、フォームどうのこうのじゃなくて、バッティングってのはまずタイミングだと思うんですね。あ、やっぱりそこだよね。はい、うん、もうまあ簡単な例を出すと、しっかりタイミングが取れてれば150キロのボールは140キロの間隔で打つことができるんですね。うんうんうん、ただ逆に、タイミングが合わないってことは、140キロのボールが逆に150キロにも感じてしまうんで、やはり打ちやすくいかに打つかっていうことを考えたときに、タイミングをしっかり取って自分のまで打つってことが大事だと思うので、まあいろんな理論いっぱいありますけども、まずタイミングを取る、どう自分に合ったタイミングを取るのか、これはやっぱりそれぞれのバロメーターというんですかね、自分の中のこの 体内時計というか、そういうものがあるんで、一概にこれが正しいとはないんですけども、やっぱり自分のやっぱ練習していく中で、こういうタイミングの取り方が一番いいよなっていうものを見つけるのが、バッティング上達の早道じゃないかなと思ってます。あ、嬉しい。はい、僕の前回のバッティングの話した時も、はい、やっぱそういう話をちょっと僕もさせてもらって。そうですか。はい、だよね。やっぱりいかに自分でどうやってタイミングを取っていくかっていうところが、はい、その長い年月かけて、プロ野球選手もそうだと思うけど、はい、みんな作っていくもんね。はい、だから特にやっぱり見てて打つ選手っていうのは、非常にタイミング指導っていうのが早いですよね。うんうん、早くして用意が早くて、しっかりボールを見極めてちゃんと打ってるっていう選手は、やっぱりこう安定して、成績を残してると思いますし、打つべくして打ってますよね。うん、そうだね。出会い頭では続かないですよね。うんうん、だからそういう意味ではやっぱり、まあ、特にいい選手っていうのは、打ち方よりもまずどういうタイミングを取り方をしているのかなとか、ピッチャーが足を上げたときにどういう指導をしているのかっていうところを、やはりちょっと注目してもらうと、こうヒントがあるんじゃないかなと思いますね。そうですね。プロ野球選手も、はい、いろんなタイミングの取り方で、ね、はい、ありますよね。足上げる人もいりゃ、はい、ノーステップの人もいりゃ、はい、すり足だったりね。で、じゃあ構えなんかはどんな感じで意識する？そうですね。まあ、構えの部分では僕は結構高かったんですね。結構なんて言うんですかね、こう構えた時に肩よりも手の位置がすごく上段に構える構えがすごく多かったんですけども、年々やっぱちょっとずつこう低くなっていったんですね。だから、まあ、構えたのはそれぞれの使いやすい、自分がいかに体を使うかっていうのがすごく大事だと思うんで、一概に高いからいい低いからいいっていうのはないんですけども、やはり構えた時に力が入ってないっていうのが僕は一番いいと思ってるので、うん、まあよく言うんですけども、まあ、簡単に言うと、こう構えた時に傘を差している、うん、傘を差し、傘差している時で疲れないですよね。うん、まあ右手でこう、僕はまあ右利きなんで、一番この右、ここの手の位置っていうのをすごくバロメーターにしてるんですけども、傘を差した時に楽な状態、ここにグリップが来る状態、うん、これが僕は一番楽なリラックスしている状態の構え方じゃないかなと思います。うん、で結局構えから打ちに行くときってのは、よくトップの位置って言われますけども、このトップの位置に上がるときに、構えよりも必ずグリップが打つトップの位置ってのは上にある状態にならなきゃいけないと思ってるんで、
そういう意味ではちょっと高すぎると手が動きにくいですよね、なのでなるべくこう手が動かすスペースが幅がある位置に構えるっていうのが僕はすごくいいんじゃないかなと思います、なのでそういった意味ではまあ普通に立った時に傘を差している、ここが僕は一番リラックスできる構えじゃないかなと思います。最初は高かったんだ。僕は結構高かったんですよね。これなんでかって言ったら、まあ自分自身はやっぱ高くすることによって、あとはこれ以上上がらないときに置いとけばもうこのトップの位置にすぐ入れるっていう、まあこれはこれで一つ利点はあるかなと思ってるんですけども、まあただこの後の話の中で間を取るだとか割を作るとかっていう部分の時にはすごく逆に難しい動きになってしまうので、まあ、一番オーソドックスな構えっていうのはやはり楽な位置にグリップがあるっていうのがすごく大事じゃないかなと思います。まあ、一概にこれではないんですけども、まあ、一番ノーマルなポジションじゃないかなと僕は思ってます。はい、ですよね。だから結局その先ほど言ったタイミングっていうところに構えからつながってくる、はい、わけで、はい、なるほど。じゃあ多少この辺で構えて、はい、そこから少し手が動くぐらいのところに最終落ち着いたっていうことは、はい、最初はここでちょっと動かして、はい、もうすぐトップに入れる、入れる状態でも、だん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 いろいろ自分で考えながら少し手が降りてきて、はい、そこから少し手を動かしながらトップを作る、はい、まあ、ちょっと若い頃っていうのは結構、まあ、体が元気だったというのがあるんですけども、基本的に僕は足を上げてタイミングを取るタイプの選手だったんですね、片足で、まあ、簡単にやってみるとこういうトップの状態から足を多分このぐらいまで上げてましたね、で片足でこう我慢しながらあと打ちに行くんですけども、この時に手の位置っていうのはすごいそのままこの足で取ってたんで、手の動きっていうのはあまり必要なかった、その当時はですね、ただ全体的な結局バッティングって結構一部分言うじゃないですか、トップの位置がこうだ、でこうやって切るんじゃなくてやっぱり連動の中での、つながってこないとダメですよね、バッティングっていうのは、でそういった意味の中でやはりこうつなげていくためにはやはりこの最初のスタートっていうのはすごく楽な位置、リラックスしている位置で構えるっていうのはすごく大事だなというのはだんだん感じました、まあ、これはやっぱり足を上げるだとかすり足だとか、まあ、ノーステップっていう選手はすごく少ないと思うんですけども、ステップ幅がすごい動きが少ない選手っていうのにもよって手の位置だったり上げ方だったりっていうのは変わってくるとは思うんですけども、まあ、だからそういった意味ではいかに自分に合った構え方も、まあ、結局のところ自分がどこのポジションで構えたことによってどう手が動いてバッティングにうまくスムーズに入っていけるかということを考えて構えっていうのも作っていくのがすごく大事じゃないかなと思います。全部結びつきますね、タイミングっていうところにね、はい、やっぱり最初の構えからじゃあタイミングっていうのは一番大事だ、大事にしてるっていうところにいかに、つながっていくかっていうところを意識してる、はい、あとは握り方だったり、はい、その辺はどんな感じで、はい、わかりました。まあ、僕はよく少年野球教室なんか行って言うことがあるんですけども、結局このバットっていうのは道具を使わなきゃいけないんで、やはりこの手との接続部分ですよね、すごくグリップも大事だと思ってます。で結局このバットっていうのは道具を使わなきゃいけないんで、この時に自分のこう思う通りにこのバットを動かさなければまずいけないんで、そういった意味ではいかにこうコントロール、バットコントロールという言葉があるんですけども、これを良くするための大事なのがやっぱりこのグリップの握り方だと思います。でやっぱり手の大きさだったり、力の入り方だったりいろいろそれぞれあると思うんですけども、一番大事にしてもらいたいのはやはり指を使うことだと思います。この指を使ってしっかりグリップを握る。で結構多いのがやっぱりこのグリップに対して握ってしまう子が多分すごく多いと思うんですね。
で、まあ、こう握ってもらった時に分かるのが、しっかりバッてこう手のひらでこう握ってしまうと、もう手首が固まってしまうんですね。確かに。そうするとこの肘の関節、肩の関節っていうのも動いてこないんで、やはりあの先ほどから言っているようにバッティングの連動性っていうのが全部関節が死んでしまうんでなくなってくるんですよね。でそういった意味では一番最初に接続するのがこの指の関節なんで、この指の関節をしっかり柔らかく握る感じ、包み込むような感じですね。指でしっかり握って、あとは手は包み込むような感じ。そうすることによってこう指が動くんで、あの手首もこう動くんですよね、うん、そうすると多分ある程度こう自分の思った通りのところにバットも特にヘッドですよね、こういったものが行きやすいと思うので、まあいろいろね、絞って握る子もいれば柔らかく握る、こう何ですか、開いて緩めて握る子もいると思うんですけども、まあそれぞれだと思うんでいいと思うんですけど、まあ一つ一番条件っていうのはやっぱり指で握る、特に小指から薬指、中指、この3本ってのはしっかり握る、右手も一緒ですよね。こうすることによってバットコントロールはすごく良くなると思います。なのでまあ簡単にグリップって言いますけども、何気に握ってる子多いと思いますけども、少し意識をして指で握るようなイメージでグリップするとバットコントロールが格段に良くなると思います。なるほど、ありがとうございました、はい。第1回目ということで、構えですね、はい、構えから、ベンちゃんは一番大事にしているのはタイミングというところで、はい、また今日も勉強になりました。次回のテーマは、トップからステップまで、本日ご視聴いただきありがとうございました。 OB クラブ公式 YouTube チャンネルセノンプレゼンツベースボールペディア、チャンネル登録お願いします。